H 型のケースがアイコニックなエルメスの H ウォッチ。本日はルブルトゥールの H ウォッチで通常サイズとミニサイズの大きさの違いを比べてみました。こちら左が H ウォッチミニ、右が通常サイズの H ウォッチです。ケースサイズはミニが 17mm×17mm、 通常サイズが 21mm×21mm となっています。実際に着用してみると、ストラップ幅 13mm のミニは軽やかでレディーライクな雰囲気、ストラップ幅 16mm の通常サイズは最上級のレザーを存分に味わえる点と、 H 型のケースがより際立って主張してくれる点がポイント。いずれもエルメスのバッグにも使用されているカーフレザー防水フトを使用しており、パキッとした発色のオレンジが気分を上げてくれるおすすめのアイテムです。どちらのサイズも魅力的な H ウォッチ、ぜひブリエウェブサイトでご覧ください。